まずですね、とにかく曲を聴くんですよ。曲を聴かないと受けるかどうかっていう判断がまずできないとかしない。で、聴きまして、もうすぐに、電話をしてやらせてくださいというふうに言いました。まあ、実際、まあ、曲を聴いて、まあ、涙が流れたのを覚えてますね。その自分の中でこうイメージしながら PV を構築するんですけれども、まあ、それの映像を見ながら涙が流れたので、まあ、これは素晴らしいなと、この曲は本当に素晴らしいと思いました、ね。はい、今回すごく重要視したのが感情というもの。この場合は多分にその悲しみという感情ですよね、今回は。そこの部分をみんなに説明して、それがとても重要なんだと。で、そのお芝居をするということはもう本当になしにしてくれと。お芝居じゃなくて本当にその悲しいという感情、または愛おしいという感情を実際に感じてもらわないと成立しないということを最初から伝えてました。だからすごくそのハードルが高い撮影というか作品ですよね、これは。なかなか普通はこう、うまくいかないんですよ。いや、それはもう見てもらえるしかないですよね。それを言っちゃうと、言っちゃっても意味ないし。ただ一つ言えるのが、そのまあタイトルがアンフェアワールドって言われる、なんていうか、フェアではない世界。で、そこには僕もすごく賛同していて、今世界で起こっていることだったりとか、この日本で起こっていること、まあ、今回の歌詞のテーマで、その、女性に起こっていることっていうことでの不平等であり、不条理っていうことはすごく僕は捉えていて、そういうことを、まあ、感情に変換してそれを届けたいっていうだけの話なんで、まあ、どのように見てくださいとかそういうのもないですし、ただ何も見ててもらえば何か感じるものが僕はあると思いますけど、ね。まあとにかく会って本当に俺好きになったし、彼らのこと、すごくハートがある人たちだし、まあ素直だし一生懸命ですよね。だからただそれだけですよね。だから、まあ、一緒に酒飲みに来いっていう話になったし、まあ、それが全てじゃないですよ。光と影が交差する世界の